野菜を多く食べると痩せられると思っていませんか？実は野菜ばかり食べていても痩せることができません。この動画をご覧いただきますと、野菜ばかり食べなくても美味しく食べながら痩せる方法がわかるんですよ。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひそちらもご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ野菜ばかり食べていても痩せることができないのかというその理由についてポイントでお伝えしていきますね。ポイントが3つあります。痩せるポイント1つ目、野菜ばかり食べていたとしても腸内環境が整うことができないから。そして2つ目、栄養バランスを整えることができないから。そして3つ目、無添加でなければ痩せることができないから。でこの無添加というのは、例えばお野菜自体に農薬がたっぷりかかっていたりとかですね、またお野菜自体はいいんだけれどもその味付けですよね、ドレッシングなどがもうとにかく化学調味料や人工甘味料などがたっぷり入っているものをかけて召し上がっていたとしたら、決してあなたは長期的に健康で綺麗に痩せることができないというね、ここがとても重要になってくるんですね。例えばあなたの腸内環境が整っていないとしたら、もうどんなにお野菜を食べてたとしてもとにかく体質が痩せ体質になることができないですよね。お野菜といっても腸内環境を整えるためには生野菜ばっかり食べてしまわれますと、やはり冷えます、お体が、腸が冷えてしまうので代謝が落ちてしまって痩せにくい体質になっていくとか、もしくはやはり発酵したお野菜ですよね。例えばぬか漬けとか漬物です、お漬物、こういった発酵しているお野菜の方が腸内環境が整いますから、やはりベストなわけなんです。でまた栄養バランスですよね。お野菜ばかり食べていても栄養が取れません。ですから結局ホルモンのバランスが崩れてしまって食欲が暴走してしまったり、体重のコントロールがうまくいかなくなってしまい、あなたはどんどんその負のスパイラルへとですね入っていってしまいますよということが考えられます。でまた最後この無添加というところで、あなたがもし農薬がたっぷりかかったようなお野菜を必死で食べていらっしゃったとする、もしくは、まあ、野菜自体は良いものであってもかけていらっしゃる調味料、まあ、ドレッシング系ですよね、そういったものが市販のもので化学調味料や人工甘味料がたっぷり入ってしまわれると腸が疲れてしまいます。まあ、肝臓もそうですよね。そうすると食べているのにもかかわらず消化や吸収ができなくなってしまうということは、結局この2つ目の栄養バランスが取れなくなってしまって、結果ホルモンバランスが崩れていくっていう、このですねやっぱりどこにも共通するという、ここ切っても切り離せないような関係性になっているからなんですね。なのでたとえカロリーが低いだろうと思ってお野菜を中心にですねお野菜多めばっかり食べていたとしても決して痩せることができないという理由はここにあるわけなんです。では次の項目2つ目です。何をということで、今回は野菜ばかり食べていても痩せないということが分かりましたよね。では何をすればよいのかという具体的な方法をお伝えしていきたいと思います。もちろんお野菜大事なんですよね。ただお野菜ばかり食べていてはいけませんよっていうお話です。そこでポイントになってきますのがこちら、 PFC バランスと呼ばれる全体のお食事のバランスを考えてお野菜を食べましょうねっていうお話になります。ここすごくポイントなんですよ。このバランスを守って美味しく食べていくだけで一番痩せることができる黄金比率なんですよね。ちょっとご一緒にチェックしていきましょうね。まず P はタンパク質です。全体の1食のうちタンパク質量が3割から4割占めてくださいねっていう割合です。そして F は脂質。まあ、脂質というとね、まあ、油イコールこう太るというイメージでもう油取るの怖いとかね思ってらっしゃる方多いんですけれども、それは悪い油は太ります。例えばポテチとか唐揚げとか揚げた後ちょっとこう時間が経ってしまうようなその酸化した古い油、
は太りますよ。非常に内臓、まあ、腸にも良くないですしね、負担をかけます。非常に消化に負担をかけてしまって太ってしまうんですよね。で代謝も落ちてしまう。そこで、ね、この脂質は全体の 1,2 割は良い油は逆に取った方がいい、痩せます。そこでおすすめなのがオメガ系のオイルですよね。例えばよく加熱しない、もうちょい足しでOK な、例えば私別動画でもお伝えしているんですけれども、アマニ油ですとかエゴマオイルとか MCT オイル、またオリーブオイルなど加熱しなくてもそのまま食べれるようなものを、例えばあなたのそのお野菜、まあ、サラダ系とかね、ちょっとそのちょい足しするだけで取れてしまうんですよね。なので難しく考えなくて OK です。そして最後 C が炭水化物が全体の6割取りましょうということで、ここでんって思った方も多いと思うんです。普通炭水化物って糖質ですから太るもとじゃないのかなって。なので私は白米をお休みしてますとか、パンは食べてませんとか、あの私のねお世話をしているサポートをしているクライアントの方も多いんですよね。でそれはすごく大事なんです。もちろん太る一番の原因はやはり糖質の摂りすぎなんですよね。私たち人間はそもそもそんなに糖質量を分解していく力が持ってないんですよね。なので糖質ってそんなにいっぱい食べる必要本当はないんです。そして糖質イコールお米とかパンとかイメージあると思うんですけれども、あなたが召し上がっている野菜になって糖質入ってるんですよね。なので実はこの PFC の中でお野菜がどこに入るかというと、主にやっぱりここ炭水化物 C の中に分類される食材なんですよ。これ驚きですよね。え、野菜って炭水化物なんですか、分類がっていう。そうなんです。もちろんお野菜にもタンパク質や脂質やね、あの入っているお野菜もちろんありますけれども、お野菜自体が持っているその占めている割合というのは、あの糖質と食物繊維なんですよね。でこの糖質足す食物繊維がイコール炭水化物と呼ばれるものなんですよ。お米もそうです。糖質と食物繊維が合わさって炭水化物イコールお米なんですよね。パンもそうです。なのでもちろんその食材によって割合は違いますよ。糖質量が多かったり食物繊維の量が多かったりするので違うんですけれども、あなたが普段召し上がっているところにバランスを知れるためには、この炭水化物の中に実はお米とかパン以外にもここにお野菜を入れましょうということなんですよね。そうすると納得いきますよね。あ、なるほどって、全体の約6割はそのうちお野菜入れていいんだなって。でもしあなたが体重を10キロ20キロとですね、今までコツコツ貯めてきてしまってもなんとかしたいって悩んでいらっしゃるようであれば、やはりここの炭水化物の質を変える必要があるんですよね。その時にやはりお米を多く摂る代わりに、もうお米はもう本当に幼稚園児、幼児が食べるぐらいの子供茶碗ぐらいに収めていただいて、その分お野菜をここに足してあげれば全体的なバランスは整いますよということなんです。でここで痩せるためのワンポイントアドバイスがあります。それはもちろんこのバランスを守る必要があるんです。そしてあなたが食べてるお野菜もここに入れていただいてチェックしていけばいいんですよね。もちろんここでその白米とかパンに置き換えてお野菜にしても OK なんです、しばらくは。でも痩せるためにはこの1番目の P、 タンパク質を必ずこの量を取らないと、いくらここで野菜ばっかり食べたとしてもバランスが悪いわけですから、ここでもう8とか9とかいう方はやっぱり太るんですよね。痩せることができない。なぜかというと、痩せるためにはとにかくタンパク質がないとダメなんですよね。なぜかと言いますと、こちらをご覧ください。あなたがコツコツと溜め込んできてしまった脂肪を燃やすためには、もしくはこれ以上絶対に脂肪を溜め込むものかとですね、目標をお持ちの方であれば、脂肪燃焼効果を促進してくれる栄養素がないとそもそも痩せることがねできないんですね。8つあります。ざっと上からお伝えしますね。ビタミン B1、B2、B12、ビオチン、ナイアシン、L カルニチン、パントテン酸、葉酸、この8つの栄養素が取れてるからこそやっと脂肪を燃やすことができるんですよね。ではここで問題です。この栄養素が果たしてあなたが普段召し上がってお野菜に入っていますか、入っていませんかということなんですね。
割合的にはもうないんですよ。ほとんどないんです。なぜかというと、この栄養素がバランスよく含まれている一番の食べ物っていうのはここタンパク質なんですね。例えば肉、魚、大豆製品、卵などです。また乳製品も一応含まれてはいるんですけれども、乳製品は嗜好品程度に抑えてくださった方がいいと思います。理由は小麦の中に含まれているグルテンというそのダイエットのですね、邪魔する成分と似た働きをするカゼインというのが乳製品にはどうしても含まれていますから、ちょっと乳製品をですね食べ過ぎてしまわれますと腸内環境は乱れてしまって代謝が落ちてしまって太りやすくなってしまう可能性が大なんですね。なので乳製品はそもそも日本人のその腸内環境にあんまり合わないって言われてるんですよね。よくいらっしゃいませんか、周りに。牛乳飲んだらすぐお腹が緩くなって下すとか、ちょっとこう調子悪いゴロゴロ言うとかいらっしゃいませんか。あなたもいかがですか。そういった方は体質に合っていませんから、積極的に乳製品を摂る必要はないです。その代わりに別の部分でタンパク質を摂られるといいと思います。では3つ目の項目です。どのように野菜を食べれば痩せることができるのかというそのポイントについて、具体的な種類と食べ方レシピあなたにお伝えしていきたいと思います。まずは野菜といっても太りやすい野菜と痩せやすい野菜というのがあります。そこでそれを踏まえた上で次のステップレシピに移っていきましょうね。まずは高糖質の野菜がやはり太ります。やはりですね、カロリーも気にするのも、もちろん大事なんですよね。もちろん摂取したカロリーよりも消費する方が少なければその分太るわけです。もうシンプル。ただしそれよりもやはり太るもと、糖質をいかに上手に抑えることができるのかっていうのがやはりねポイントになっていくんですね。そこでその太るもと、糖質が高いものをあなたにお伝えしていきます。まずはお芋系ですよね。さつまいも、かぼちゃ、じゃがいも、長いも、里芋ということで、こちらは糖質量が高い順番に記載しています。なのでやはり食べ方がとても大事になってきます。もちろんこのお野菜自体はいいんですよ、とてもいいものなんですけれども、食べ方に一工夫がいりますよということですよね。やはり食べ過ぎてしまうと糖質を摂りすぎてしまって結果太ってしまうということになりますから、要注意の野菜になります。そして逆に、じゃあどんな野菜を食べると健康的で綺麗に痩せることができるんでしょうかということで、一押しの5つのお野菜選んでおります。こちらはとにかく低糖質で、しかも高タンパクのお野菜たちになります。先ほどからお伝えしますように、お野菜だけ食べても痩せない理由はタンパク質量が足りないからなんですよということをお伝えしましたよね。そのタンパク質がお野菜にもね多少ないともちゃんと入ってるんですよ。そのタンパク質が多い、含んでる量が多いお野菜からお伝えします。もう第1位はほうれん草です。もう糖質がたったの 0.3g でタンパク質量が入っています。ブロッコリーもそうですね。ここはすいません、糖質量が一番低いので第1位にしたんですけれども、これは 100g あたりの量です。そして次ブロッコリーですね。でもやし、ゴーヤ、レタスと、このお野菜たちは低糖質なのにタンパク質が他のお野菜よりもしっかり入っていますよというお野菜になりますから、積極的に摂っていただきたいお野菜ということになります。ではいよいよここから具体的に痩せる野菜の食べ方レシピをあなたにお伝えして終わりたいと思います。先ほどのバランス覚えていらっしゃいますか。 PFC バランスですよね。ここでお野菜は C に入りますから、いろんな先ほどの低糖質で高タンパクのお野菜を摂りつつ、いかにこのタンパク質や良質のオイルをトッピングできるかにかかっているんですよね。そこで一押しなのが、まずいろんな季節のお野菜、先ほどご紹介したようなお野菜にタンパク質をもう最初からトッピングしてしまうといいんですよね。もう同時にタンパク質が摂れてしまうわけです。そこでおすすめなのが、例えばドレッシングの代わりに鰹節です。
鰹節をパパッと振りかけてくださるだけで、もう本当にあのコクも出ますし、もう程よい塩加減でですね、美味しいんですよね。もうお魚ですから、お魚が入ることで先ほどの脂肪燃焼効果の高い栄養素がもうほぼほぼ取れてしまうわけなんですよね。でまた、まあ、鰹節でも良いですし、例えば温玉とかあの卵をもトッピングしてしまう、まあゆで卵でもいいですよね。もうとにかくタンパク質の卵をトッピングしてもいいですし、またしらすであったり、あとは豆腐系でしたら、もうほんとお豆腐サラダみたいな形でお豆腐をちょっとレンチンして温めてホットサラダもいいと思うんですよね。超冷やさないので、そういったのをトッピングする、またちょっとこうおからパウダーなどをこう振りかけて召し上がってみるとかですね、まあ、時々その粉チーズ、パルメザンチーズでもいいと思います。そういった形でとにかくこの P、 タンパク質をしっかりこの C とセットで取ってしまいましょうということですよね。でまたドレッシングも、もうできればもう手作りがいいです。もう無添加ですから。で私は別動画でリンゴ酢、ダイエット効果の高いリンゴ酢を使った痩せる手作りドレッシング、また他ドレッシング、オリーブオイル使ったものですね、とうとうあなたにアップしておりますから、ぜひそちらもチェックしてみてください。もう使うオイルはやはり腸内環境を整えるオリーブオイルであったり、また加熱しない油であればエゴマ油とか、そうアマニ油ですとか、まあ、MCT オイル、これすごく脂肪燃焼効果があるオイルなので、そういったオイルをもうちょい足しでですね、リンゴ酢と混ぜて、まあ、ちょっとお醤油入れたり、中華風が良ければごま油でも良いでしょうし、ごまをね入れてみたりとか、もういろんなアレンジできますから、もうとにかくですね、冒頭でもお伝えした通り、そういったものを召し上がると腸内環境が整って、完全無添加で、しかもその栄養バランスが取れるので、結果ホルモンのバランスが整って、あなたはね痩せることができるんですよね。なので今まで通りのお野菜の食べ方から、今私がお伝えした腸活をベースとした食べ方にシフトしていただくことで、もう劇的にお体変化していきますから、お体の変化を楽しみながら取り組んでいただきたいなって思うんですよね。やはり私たちはまあ人間ですから、青虫とはね違うわけですよ。青虫はですね、葉っぱばっかり食べてればいいんです。よく小さい頃読みませんでしたか、腹ペコ青虫っていう自動車ありますよね、海外の絵本です。青虫くんは自分に合わないおやつばっかり食べてお腹を壊したけれども、自分に合った葉っぱを食べたことでお腹の調子が治って、さなぎになって綺麗な蝶々になりましたっていうハッピーエンドのお話なんですよね。じゃあ私たち人間はどうでしょうか。まあ、もちろんね、青虫くんと一緒でお菓子ばっかり食べたらそりゃね体も壊しますし太りますけれども、かといって葉っぱばっかり食べていたってですよ、このバランスは取れないわけですよね。そうすればどうすればいいかと言いますと、やはりこの PFC バランスをベースに腸活のメニューであなたも今すぐ取り組むことができますから、そうすれば私たち人間も健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。いかがだったでしょうか。今回のこの動画、あなたの健康的なダイエットの取り組みの一つにお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。